ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ RS3 スポーツバック2022年式走行距離900キロこちらの車両になります。はい、やってまいりました RS3 現行です。はい、22年の4月に日本で発売になってるんですかね。はい、なんでまだ出たばっかりの車ということで、そうですね、ちょっとまあ旬なモデルにはなると思います。ただネットとかでも市場レビューとか検索したんですけど、あまり情報が出てこない。うん、意外と少ないですよね。まあ、動画だったりは海外も含めいろんなものが出てますけども、はい、かなり少なかったんで、はい、できる限り勉強したんですけど、私もそうです。だいぶ怪しいです、はい、そして今回の車、価格に関しては動画なんで、はい、詳細は控えますけれども、はい、まあ、動画の説明欄見ていただければいいかと思うんですけども、はい、プレニーに少しなっているということで、うん、そうですね、まあ、新車がやっぱ入りにくい状況がまだ続いているので、はいはい、中古車市場ではかなり値段の方はプレネ傾向にございます。そして今回ご紹介させていただく車はオプションがかなり充実しているということで、はい、その辺でもこう新車価格プラスアルファかなり乗っかっているということで、はい、その辺の詳細を今回ご紹介させていただきたいと思います。はい、で RS3 なんですけどオプション結構あるんですよね。意外と調べると出てきますよね。標準のオプションがテクノロジーパッケージぐらいなんですけど、はい、受注オプションで本当にいろいろホイールやらブレーキやら、うん、その他エクステリアやら内装やらあるということなので、はい、まずそのオプションのところなんですけど、まず外装がこの黒くなるオプションが入ってるということで、はい、まあ、いろんなところが黒くなってたりとか、うん、まあ、グリルは標準ですね。エンブレムとか、はい、そのあたり、エンブレムとかですね、はい、あとはカーボンのパッケージとか、あとシルバーのパッケージとか、はい、いろいろあるんですけど、まあ、今回はここが同色のタイプ、はい、結構だからパッケージで表情が全然違うんですよね。うん、変わりますね。あとはボディカラーでも RS3 の場合かなり表情が違うという、はい、で今回の車はこのグレーですけれども、はい、なんか本当にいろんな種類あって、うん、結構あれですよね、パステル系というか明るいカラーも多いの でかつグリルが結構黒の面積、グリルがまあこの要は縁の部分がグロスブラック標準なので、結構この面積的にも大きいっていうところからだいぶその表情はボディカラーで変わるのかなと思います。確かにここ全部グロスブラックですから、ね、そうです、はい、そしてこっちはこの抜けてなくてこう、はい、グロスのブラックなんで非常にこう面積が大きくこう黒くなってる、うん、こっちはサイドもですもんね。そうです、サイドも今回のあのブラック そのパッケージだと縦に入ってるところ、はい、センサーの横ですね、そこが黒になります。ここも黒くなってるんで、はい、かなり。ただ全体的な表情に関してはいろんなところに書いてありましたけど、割とこう普通っぽいというか、うん、まあんまりすごくこう、そうですね、攻撃的な前回りにはなってない感じが、はい、だその辺もあって割と街乗りしやすかったりとかっていうのがあるかな、うんうん、はい、ただこの辺の3本スリットなんかはこれスポーツカートリーでしたっけ、うん、はい、から流れを組むこの、そうです、結構考えられてますね。ここもこれ多分冷却でダクト抜けてたりとか、はい、ちゃんとダクトになってたりとか、はい、かなり考えられたデザインと。そしてヘッドライトの方がオプションで、はい、マトリックス LED のヘッドライトになってるということ で、これ RS3 買ってもマトリックス LED オプションなんですよ。オプションです、はい、でそれにするとこの下のところがつぶつぶになると、はい、でこれ全部点灯しないんですね。はい、一個飛ばしなんですね。ああ、そういうことですね。なんかチェッカーフラッグみたいな、はい、はいはいはい、そうです、そうです、はい、でこれ宣材写真でなんかこう文字が出てるやつとかもあったんですけど、はい、詳細に関してはわからなかったです。そうですね、はい、もしかしたらそういう機能が本国の方であるのかもしれない、うん、はい、こんな感じのヘッドライトになっております、はい、そして早速横に回っていってもよろしいでしょうか。はい、今回この車自体は割と先代モデルのいろんな機能だったりだとか、はい、スペック的なものを踏襲してるんですけど、うん、フロント周りがかなり進化してるんですよ。そうですね、はい、でまずこのタイヤが非常にワイドになってるということで、はい、今までアウディって言ったら4本通し、はい、前後同じサイズのタイホイール装着っていうのは定番でしたけど、はい、今回の場合だとフロントがググっと太くなって、なんと265、はい、そうです、265すごくないですか。はい、コンパクトハッチですごいですよね。フロント265が装着されてて、リアは少し遅くて245ということで、はい、これは先代が235の年だったんですよね。そうです、はい、フロントの進化すごいなと思って、うん、まあ、でも400馬力のパワーって考えたら確かに265ぐらいあってもいいのかなと思うんですけど、はい、なんか本国仕様だと先代でもそういう履き方してる仕様だったみたいなんですけど、うん、日本だと4本年だったっていうのが一応本国と同じ、はい、フロントが太い仕様になってるそうです。そしてホイールの方もオプションのホイール、はい、これもうまんま社外じゃないですか。もうデザイン的にはそうですよね結構インパクトはあると思います、はい、なんかファーストエディションがこれのバイカラーの、はい、そうです、バイカラーですね。
形状一緒のまま真っ黒黒の、はい、これマットブラックですよね。マットブラックです。サテンでもないですもんね。はい、ファーストエディションだとグロスのブラックとあとダイヤモンドリムになるんですよね。はい、はい、そして車高の方も標準の S3 なんかより全然低くて25ミリぐらい低いということで、はい、もう本当にチューニングカーかっていうぐらい車高が下がってる、はい、そうですね、はい、そしてブレーキの方がやってまいりました。はい、カーボンセラミックが RS3 にカーボンセラミックです、はい、これ車ももうそもそも少ないですけど、あんまり選択される方もそんなに多くはないですよね。ファーストエディションだと同じセラミックでも赤キャリパーのものは標準みたいなんですけども、多分ファーストエディションじゃない方、オーダーする方はそんなに多分選ばれる方多くないんじゃないかなとは思います。っていうのもこれオプションで75万円ぐらい、はい、なのでこの辺かなり高額オプションがする、はい、装着されているということで、これサイズもワンサイズ大きくなって、はい、標準が375倍ということなんですけど、はい、カーボンセラミックすると380倍ということで、はい、一回り大きくなって、これインジナはもう無理ですよね。うん、厳しいと思います。はい、キャリパーも大きいですし、はい、こちらに仕様になっております。そして先ほどちょっと話出ましたけど、赤と灰色と青選べる中から、はい、ブルーのキャリパーと、はい、これキャリパーのカラーで若干値段違うんですよね。ほんとちょっとですけど数万円、はい、値段が違いまして、ブルーが一番確か高いですよね。これなしようになって、はい、であとはなんか RS3 で専用セッティングになってるってことで、うん、キャンバーが1度プラスしてついて、はい、だから上から見るとすっごいキャンバーついてるよ、ね、そう、これ結構見ても分かるぐらいキャンバーついてますよね。パッと見で分かるぐらいキャンバーついてますよ、はい、でトレッドも広がってるということで、はい、で仙台比で全幅の方も大きくなって、以上寸法の方が4390、はい、幅の方が1850、はい、で前後の方が1435ということで、仙台よりも少し幅広、はい、仙台より50ミリぐらいワイドになっているということで、はい、ここですよ。だってもうインパクトすごいですよね、はい、やる気満々の、はい、本当にそんな感じですよね。そうです、そうです、はい、でここもちゃんと抜けてるということで、そうなんです、ダミーじゃないですね、はい、ダミー。だからフロントがかなり進化してるのかな、うん、フロントのこうトラクションやっぱりどっちかというとやっぱりヘルスベースになってくるので、うん、全体的に確かに A45 の例えばエディションとかよりもおとなしいような印象はあるんですけど、しっかりこうなんかやることやってんなっていう感じですよね。この辺から感じ取れるかな、はい、そしてあとは全体的な黒くなるパッケージということで、これ窓枠なんかも黒くなってたりだとか、はい、そうです、あとミラーの上も黒くなってたり、はい、ただ唯一この辺はザラザラなんですね。そうですね、樹脂が残ってます、はい、気になってしまいました、はいはい、この辺もご要望があれば、はい、ベンチすることも可能でございます。であとはサイドスカートなんかもしっかり黒くなってて、はい、全体的なスタイリングに関してはもう申し分ないんじゃないか、うん、はい、あとルーフが今回パノラマがついてるということで、そうです、オプションですね、パノラマさんルーフついてます。さっき下見でもちょっと話出ましたけど、このパノラマって漏れなく黒くなるじゃないですか、はい、見た目が。だからボディカラーで結構見た目が違うなっていう、うん、明るめのボディカラー選ぶとやっぱりここの差が、あ、そうですよね、割と目立ちますけど、はい、今回はこの濃いグレーなんで、はい、割と目立たなくルーフのデザインとそのままつながっていく、はい、そしてギアに関しては、2サイズ細い245-3519ということで、で今回の車は前オーナー様がなんか出面がやっぱり気になる、はい、ということでリアだけスペーサーを入れて調整してあると、うん、はい、だからこれリアが細いんじゃないんですよねそうですね、フロントが太すぎるんですよね。フロントが太すぎるんだと思います。まあただどうなんですかね、まあ、今回 の、 そのまあ後ほど多分説明あると思うんですけど、車 の、 その進化に伴って走りの部分追求していくとこういうもちろんサイズ設定になるんだと思うんですけど、まあ、全体的な車 の、 そのボディだったりメカニズムに関しては割と先代踏襲してるんですけど、うん、リアは結構大胆に手が加えられて、はい、サスペンションの形状なんかも変わってるんですよ、はい、で先代が4リンクだったのが、はい、今回はウィッシュボーンになってるってことで、はい、割とこう簡略化された足元になってる、はい、ただそのトラクションに関してはかなりこう進化してて、トルクスプリッターって言って、そうですね、もう片側どっちかに 100% こうトルクがかけられるような、はい、で今回残念ながら試乗ができないんですけど、はい、あの車の改装で少し運転した池田君曰く、はい、これの介入がすごいということで、これはもう本当にちょっと乗る気があったので乗ったんですけども、もうちょっと感覚とずれ、悪く言っちゃうと感覚とずれるんですよ。あのステアリングのハンドル の、 その切った打角よりも、あの車の動きが思った以上に曲がってくれるので、こう目の前にあるカーブの R のこうきつさと今出しているその速度から こうこれぐらい曲がるだろうなっていう感覚でいくと、車が想像以上に曲がります。要は外側でこの荷重がかかる方をこう無理やりグッて書いてくれるから、うん、はい、車がグイッて曲がっていくわけなんです。そうです、そうです。なんでその辺が機能としてついてるみたいです、はい、あとまあプラスであのホイールセレクティブトルクコントロールっていう、まあ、はい、要はトルクベクタリングですよね。内側のブレーキを少しつまんでもらうっていう、まあ、つまんで、
まあ、だから両方ですよね。外側のタイヤはこうトルクかけて内側ブレーキでつまんでっていうのは、それで要は曲げてるっていう感じだと思うんですけど、 4WS とかが定番ですけど、はい、それを使わずに、はい、まあ、車 の、 そのトラクションのかけ方で、まあ、車体の向きを変えるっていう、うん、そうですね、だからいろんなレビュー見たんですけど、先代は割と直線板状的なキャラクターだったのが、はい、もう急にこうコーナリングマシーンになってるとかっていう印象の、うん、本当に僕もその印象でした。レビューが多かったです。こんな感じのリア周りになっております。そして後ろに行くと、はい、マトリックス LED とダイナミックインジケーターがセットということで、はいはい、ランプもダイナミックインジケーターになってて各部が黒くなっていると、はい、あと専用バンパーだったりも装着で、割とこうグロスの範囲がリアに関してもかなり多めな、うん、これバンパー僕最初発表されて出た時に結構衝撃的というかアグレッシブだなと思ったっすね。ダクトなのかなと、はいはいはい、ところがダミーなんですよね、ここは。で全部塞がってるわけです。はい、そうです、はい、この辺は、はい、うーんって感じしなくもないですけど、うん、個人的には本当ダクトとしてなんか抜けてたらすごいかっこいいなと思うんですけど、まあ、なかなか難しいと思うので、はい、そしてこのディフューザーの部分も黒くなってて、はい、マフラーエンドも黒くなってて、はい、今回 RS のスポーツエキゾーストもついてる、そうです。なんで中もあのパンチングじゃないですけど、はい、穴も開いててしっかりこのテールも、はい、内側はバルブのありなしでこの内側が2本になってる、はい、こんな感じのリアマリになっております。はい、続いて内装も見てみたいと思います、はい、内装に関しても当然 RS3 ですから専用パーツ盛りだくさんということで、はい、この RS3 のスカーフプレート、はい、あとはスポーツシートが標準ということで、通常これダイナミカとアーティフィシャルレザーっていうのコンビのシートになるのが、はい、今回の場合このファインナッパレザーとハニカムステッチの、はいはい、こちらのシートになってございます。これステッチの色も黒と赤、はい、2種類あるんですよね。そうです、はい、で今回の車はこの赤いステッチ、はい、こちらのシートが、これが、まあ、多分 RS デザインパッケージになるんですかね、おそらく、はいはい、ステアリングも赤いステッチパッケージオプションですよね、はいはい、こちら。そしてステアリングはこのアルカンターラですかね、はい、精度調の全周このアルカンターラなんですね。全周です。アウディ RS 系だいたいそうですよね、今までも。あとはパンチングじゃないですか。あ、そうですね、はいはい、レザーだとそうですね。それが今回、はい、精度調のステアリングになってます、はい、であとはダッシュボードのパネル、助手席側ですね、これがマットのカーボンの、そうです、はい、オプションですね。こちらのオプションのパネルになっていると。これがツヤありの通常のデコラクティブカーボンパネルと、今回このマットの、これすごいですよね、触りました、はい、立体的になってる。そうそう、凹凸があってちゃんとこう網目がこうボコボコしたのが感じ取れるパネルになってる、はい、あと当然マットなんかも RS のマットになってる、はい、今回距離薄なんで非常に内装のコンディションもいい個体になっております、はい、続いて乗り込んでみたいと思います。もうこの辺乗り込み具合に関してはもう安定のって感じじゃないですか。はい、はい、そして先ほど触れたこの RS のステアリングは相変わらず細めですよね。はい、で前周スエード調で内側が赤のステッチが入ってる。で今となってはここすっごいシンプルに感じるんですけど。まあ確かにそうですね。まあでも大きく変わってないんで、やっぱその辺が使いやすさではありますよね。もう最近ここにぎやかになってたりとか、うん、もうボタンじゃなくてタッチになってたりするんですけど、はい、しっかりこうボタンも残ってるんで、はい、かなり使いやすいかな。そしてパドルも小ぶりですけど、はい、こちらのブロック、はい、そしてメーターに関してはおなじみの、はいはい、こちらのメーターでございます。これもいろいろナビだったり表示ができるんで、まあ、この辺は変わらずって感じですよね、はいはい、そしてあとはメーターフードもそうなんですけど、これあ、はい、これすごい特徴的だなと思って、エアコンの吹き出し、うんうん、はい、これ形状に関してはそんなにこう凝った形状じゃないんですけど、はい、この出っ張り具合とこの位置、うん、なんかこうスーパーカーみたいじゃないですか。そうですね、はい、やっぱ運転席前とこの助手席で全然また違うので。確かに、はい、助手席に関してはこうラウンドした割とクラシックな雰囲気もありつつ、はい、でこれファーストエディションだとこの辺が色が入ってたりしてだいぶ印象が違うということで、シルバーのところ赤くなって、あとまあ細かいところですけど、はい、シートの実はこの肩今スエードなんですけど、ここがファーストエディションは赤くなります。なるほど、はい、そんな違いもあるそうです、はい、そしてあとはこっち側、こっち側に関しても、うん、もう他モデル共通って感じですよね、はいはい、こんな感じになっております、はい、まあ、一通り全部ついてるのかな。そうですね、はいはい、メディア関係に関してもこんな感じで、はい、あテレビもついてるんだ。ついてます。なるほど、こんな感じになっております、まあ、あとアプリ使ってスマートフォンとこう連携したりとかできるので、はい、Google マップとかも映したりとかできます。そしてエアコン関係に関してはこのデュアルゾーンの、はい、はい、そうですね、3ゾーンじゃないんですね。そうなんですよ、はい、謝ってもらっていいですか。そうですね、あれですよ、ファーストエディション3ゾーンなんですよね。資料見たらなんかファーストエディションは3ゾーンということで、はい、残念ながら
デュアルゾーンなんですけど、はいはい、そしてシートヒーターはついてるんですね。はい、ついてます。ベンチレーション欲しかったですね。うん、まあそうですね、あの多分さっき土屋さんとも話しましたけど、はい、結局競合ライバル車種の A4 号とかあの辺りついてるんですよね。そうなんです。うん、なんでその辺は少し寂しい感じが否めなくはないですが、まあ、操作感とか、はい、この辺に関してはやっぱりアウディ結構しっかりしてるんで、うん、なんか分かりやすいですね、設置類も。おもちゃ感はあんまりないです、はい、質感はすごくいいです、はい、そしてこの辺ドライブセレクトということで、でおなじみのコンフォートダイナミック、この辺はもちろんのこと、この RS パフォーマンスっていうのと RS トルクリアっていうのが、はい、いわゆるもうドリフトモードみたいなのもついてるということ で、はい、これを押すと構造では使うのと、はいはい、これが出てくると。なんかこれセミスリにも対応してるってことで、うん、はい、それがオプションのセミスリなんですかねみたいです。ちょっとまあ日本で設定あるかちょっとごめんなさい、下調べできてないんですけども、どうやらトロフェオ R のタイヤがオプション設定あるみたいなので、まあ、それに合わせての設定だと思います。そうするとなんとトルクがリア 100% 触れるということで、はい、あの四駆 FF ベースの四駆なのになんとドリフトができるという、はい、動画も見ましたけどすごい勢いで回ってましたそんなのもできるみたいです、はいはい、そしてこの辺パーキングのアシストだったりその辺なんかついてて、はい、カメラに関してはリアカメラだけ、はいはい、これもちょっと欲しかったかなって思ってしまいました。まあ、サイズ的にはあのなくても多分全然十分なんでしょうけど、はい、まあそうですね、同車格の車でこうついてるやつもあるじゃないですか、はいはい、それを考えると少し寂しいかなと思ってしまいました、はい、そうですね、こんな感じ。そしてあとはやってまいりました、ここ、オプションで、はい、この置くだけ充電がついてるってことで、はい、これ蓋とかないんですよね。ないんですよ、ないですよね、しかも最初気づかなかったんですけど、向きが向きなのでこのこっち側にこうついてるので、あちょっとスマートフォン置くと こういう画面が向こう向くんですよね。はちょっと分かりづらかったんですけど、これじゃあ充電しながら使ったりとか見たりはできないんだ。そうですね、つなげて結局センターのディスプレイに映さないと、あ、はい、携帯の画面でっていうのは難しいですよね。じゃあ携帯の画面なんかこう見ながらこう充電しながら置いてっていうのができないんです。そうなんですよ、そこがちょっと向きがびっくりしました。こっち向きに置くだけ充電がついてる、はい、そして USB のタイプ C が2系とついてて、はい、でこれ あとシフトがちょっとこれポルシェの992っぽいなと思いました、うん、はい、この周り結構変わりましたね、はい、このこういうタイプのシフトになって、はい、最近こういうの多いですね。多いですね。フェラーリもっとちっちゃいですけど、あのこうつまみのやつになってたりとか、はい、こういうタイプのついにこうシフトもなくなっていくんだなって。そうですね、パーキングを押すだけですね、はい、これパーキング、はい、あとはこうオーディオコントロール、これ回すのはボリュームはこれで回すってこと、はい、そうです、はい、あそうなんだ。で押すとタッチセンサーですね、電源と、はい、はい、ってことみたいです。であとはこの辺はなんか見慣れた感じが、そうですね、このシガーとサイドブレーキとドリンクホルダーはこの棒を、はい、出すタイプ、はい、後ろも同様です。こんな感じ、これも変わんないですね、この鍵ちょうどよく置ける、ね、ちょっと価格ここじゃないんだけどお金をかけてるとこここじゃないんだけどもう少しここを豪華にしてほしかったなって思ってしまいました。そしてアームレストはこんな感じで、はい、ちょっと狭いですけども、なんか特に USB とか何もなく、はい、ね、小ぶりになったり、でこれ前後もしないんですよね、はい、あ前後しますね、するそしてこの中は、はい、グローボクサー ETC ですね、はいはい、で相変わらずアウディなんでしっかり中もモケモケになって、この辺はいい感じです、はいはい、そしてこっちの運転席側にも小物入れがついてて、こっちがちょっと助手席との格差を感じました、はい、パカッて開いちゃって、しかも中こうモケモケにしてほしかったなって、そこじゃないんです。そうです、はいはい、そしてそのまま下に行くとペダル類はアウディおなじみな感じですね、うん、狭い感じもしないですし、まあ、癖がある感じもしないです、はい、だフットレストもちょっとアルミのカバーが欲しかったなっていうのは勝手に思ってしまいました、まあ ね、そこじゃないんです、はいはい、何回も言うようです、はい、そしてシートは8倍ぐらいですかね、はい、上げ下げとナンバーサポートとついてるスタンダードな感じ、うん、これもいろんなレビュー見たんですけど、あのメルセデスの AMG のパフォーマンスより割とこうゆったりしてて、はい、うん、同じスポーツシートでも長時間全然いけちゃうっていう、はい、でもちろんホールドに関してはもっとこうタイトなやつの方がいいんでしょうけど、だから街乗りすごく向いてるんじゃないかな。絶対そうですね、パフォーマンスシートはちょっと僕も硬いなって印象がずっとあるので、あと背中少し押し出されてる感がこうあると、はい、でこのステッチがすごい効いてると思うんですよね、はい、だから少し背中とお尻が沈み込むんで、うん、これ長距離もいける感じじゃないかなと思います、はい、そして天井に関しては相変わらずこの細く見えるペーダー、はい、あとこのファブリックの、そうですね、でバイザーに関してはこのビニールのタイプ、はい、そうです。で今回の車はレーダー探知機ドラレコありませんので、
まあ、ご要望があれば、はい、この写真に取り付けすることも可能でございます。そしてパノラマがお流れで、はい、オプションがついております。そうです、はい、お願いしましょう。はい、でファーストエディションと比べても全然遜色ない、内容的にはそうです、はい、もうほぼフルオプションということで、はいはい、充実の装備になっております。ファーストエディションだったら結局その仕様は選べないので、はい、もう、まあ、こういったオプションが初めからついた状態。なるほど、はい、で台数限定なのでなかなかちょっとファーストエディション欲しいですって言われてもなかなか出てこないと思うんですけど、それ級の違う仕様の、はい、そうですね、になっているところです。続いてリアシート見てみたいと思います、はい、池田君じゃあ乗ってみますか。はい、はい、僕じゃあこっちから、はい、お願いいたします。あ、乗り降りは全然問題ないですね。あ、でもリアもシートは柔らかいです。沈み込むような感じで、そう、さっき下見で乗ったけどリアシートめっちゃいいなと思った。いいですね、これ全然ステッチがすごい効いてる、うん、で窮屈な感じじゃないですね。ただ天井が少しだけやっぱり低いかなっていう。あー、ごめんなさい、僕身長がそんなに高くないんで握り拳1個分ぐらいな、1個半までないかな、1個ちょっとありますね。だからちょっと身長高めの方とか、あと僕みたいに座高が極端に高い方だ と、はい、ちょっとルーフの近さは感じるかなと。ただそれでも握り拳1個ぐらいはスペースあるん で、うん、はい、まあ、全然不自由する感じではないのかなという感じはします、うん、まあ、そんなに例えば300キロも400キロも離れてなければ全然遠出も全然後席でも行けちゃうかなって感じですね。大人4人までだったら全然快適に移動できる感じですよね、はい、足元のスペースも、はい、十分です。ちゃんとえぐってもあるので。そしてアームレストが出していただければ、はい、よいしょ、はい、ドリンクホルダーがおなじみのやつです、ね、はい。そしてリアの装備が若干寂しいかなと思ってしまいました。そうですね、 USB Type C が2つ、はい、まあ、でも2つあるだけいいですね。それ R3 だと標準ですよね。はい、通常だとテクノロジーパッケージに含まれるものなんですけど、はい、はい、RS は標準です。こんな感じのリアシートになっております、はい、続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクがなんとパーということでいいです。いいですね。そしてトランクの方が、数値的には282リッターということで、はい、少しコンパクトかなと、うん、ちょっと僕もびっくりしました。実はセダンの方がちょっと容量あるんですよね。セダンになると321リッターということで40リッターぐらい多くなるんで、はい、奥行きがあんまりないんですかね。ですかね、多分ハッチなんで高さはあると思うんですけど、まあ、日常使いは全然問題ないと思うんですけど、はい、まあ、リアシートも倒せますし、はい、リアシートに関してはこれ424で倒せるやつですよね、はいはい、なのでこの辺の利便性はいいと思うんですけども、うん、ライバル車でマット・ワッソンも言ってましたけどもっと広いものがあったりするんででもライバル車だとこのクラスの車にパワートランクなかなかないですよね。確かに、はい、これはかなりいいところですね。どっちを取るかだと思います。そして下側は少しだけ収納があって、ただバッテリーでかなり埋まってるん で、はい、奥側あと手前側の小物入れ、はい、少し使っていただければかなと、うん、でおなじみこれがついてるんで、はいはい、この辺の使い勝手はさすがだなという感じがします、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンがこれ先代と同じ EA855 エボ、うん、もう5気筒の完成形のエンジンですよね、はい、でスペック的なものでいくと直列5気筒400馬力これ馬力に関しては一緒なんですけどトルクはちょっとアップしてて51キロになっているということです、はい、で組み合わせるミッションの方が7速エストロニックでこれ標準だと250キロなんですけどオプション入れるとこれリミッターが280キロになるということで、はい、まあ、車のポテンシャル的にはそのぐらいも持ち合わせてると、うん、はい、でちなみに0100 3.8 秒ということでこのカタログ値だけじゃなくって動画とかも見ましたけど本当に 3.8 秒ぐらいで、はい、ただやっぱりトルクのかけ方でかなり、ね、瞬速なコンパクトハッチになってるそうです、はい、だとリアホイールのところでも少し売れましたけど後輪左右のトルク配分を可変にできるトルクスプリッターっていうのがついてるということで、はい、片側に 100% 触れるような仕組みになってるそうです、はい、で当然前後 LSD もついてますしだとエンジンの方今回喋るにあたってなんかないかなと思っていろいろ詳しくエンジンの仕様とか見てたんですけど、はい、これエンジンのシリンダーもなんか特殊加工してあるの知ってます？ああ、なんか軽合金製かなんかでできますよね。だとシリンダーの内側が、はい、AMG でいうとこのナノスライドみたいな溶車って言ってその火花飛ばして特殊加工するコーティングがしてあるということで、はい、かなり耐久性だったりは上がってる、うん、こんなシリンダーになってる、うん、であと今回の車はサスペンションが電子制御のサスペンションになってるということで、はい、これオプションなんですよね。オプションです、はい、ついててほしいこんな、はい、オプションもしっかりついておきます。続いてトーカル見てみたいと思います。お願いします。
続いて排気音も聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ最後になりますけれども、はい、試乗したかったです。そうですね、ちょっと距離なんで今回試乗諸事情でちょっとなしなんですけども、ただ走りはやっぱりかなり、はい、まあ、僕乗った感じ、まあ、乗る機会があったので乗った感じ本当によく曲がる。ただここはちょっと人それぞれ違う部分だと思うんですけども、公道で走るにおいてはこのすごくよく曲がるっていうのは気持ちよくドライバーを高めてくれる感触なんですけども、サーキット行った時にちょっと気になったのが、サーキットだともしかしたらそのタイヤの路面から伝わってくるフィーリングっていうのがステアリングから感じ取りにくかったのがあるので、そこでこの機械はよく曲げ落としてくれるのと、実際に速度域が高くなった時どうかっていうのは試したいなと思うんですけど、まあ難しいと思うので、まあ、行動においてはすごく正直コーナリングマシンっていうもう印象しか僕はなかったので、十分楽しんでいただけるお車かなと思います。まあ、ストリートユースにはかなりもってこいの車なんでだと思いますね、はい。あとは今回ご紹介させていただくこの現行型の RS3 が、はい、まあ、非常に流通量が今市場に少ないということで、はい、RS3 って検索すると買えないとかっていう検索候補も出てるぐらい、はい、やっぱりこう納車に時間がかかったりとか、うん、中古車市場に出てこない状態になってるみたいなので、はい、気になっている方はぜひ、ね、東京にお問い合わせいただけるといいんじゃないかなと思います、はい。というわけで今回はアウディ RS3 スポーツバッグをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。